ユニホンテレビ。ユニホン上司商工会では毎年、加盟企業や事業所に就職した新入社員の合同歓迎会を行っています。昨年度はコロナ禍のため、例年に比べ半数以下の参加でしたが、今年度の歓迎会には12社から18人の新入社員が出席しました。歓迎会では初めに、市商工会の佐藤会長が挨拶に立ち、新入社員を激励しました。皆様はそれぞれ夢と希望を胸に就職され、社会人として第一歩を踏み出され、本日の意義ある日を迎え、一人一人心に期すものがあろうかと思います。自らが選択されされました企業に愛着を持ち、ご自身の個性と能力を十分に発揮され、入社された企業のため、そしてふるさと由利本荘市秋田県の発展のために努力されることを記念するものであります。地域産業の発展は皆様の若い力にかかっております。将来を嘱望されている立場をしっかりと認識し、立派な職業人、社会人になられますよう、健康には十分留意をしながら頑張ってください。続いて新入社員を代表して、フォレスタ協会の北島菜々子さんが誓いの言葉を述べました。これから私たちは、それぞれの職場で希望とあふれる喜びを抱きながら、社会人としての第一歩を踏み出そうとしております。共に働く一員として、私たちを迎え入れてくださったことへの感謝を胸に、一日も早く会社の戦力となる人材として、ご期待に報いることができるよう、精一杯仕事に取り組んでいく覚悟です。そして、社会人としての教養、知識、責任感を持った人間性を身につけ、地域のため、人のため、会社のために力を尽くしていきたいと思っております。まだまだ未熟なものではございますが、この決意をいつまでも忘れることなく、諸先輩方のご指導を仰ぎながら、何事にも積極的に取り組み、向上心を持って邁進していくことをここにお誓い申し上げます。これから新しい会社で新生活が始まりますので、会社に貢献できるように精一杯頑張りたいと思います。全然始まってまだ1週間も経ってないんで、ですね、まだ分かんないことだらけですけど、なんとかこれからですね、父みたいに、ね、仕事に真面目に向き合えたらいいなと思ってます。こう周りにも自分と同じ新社会人の方がいるということで、自分も社会人としてその秋田の担う人材になっていきたいなっていう気持ちが強まりましたね。まだまだ仕事にも慣れなくて大変なんですけど、これから由利本荘市の社会人として仕事を頑張っていきたいと思っています。新入社員たちはこれから地域産業を支えていく人材として、それぞれの職場で経験を積んでいくことになります。はい、ご一緒取りにしてお願いします。